クララ・ハスキルは、ルーマニア王国出身のピアニスト。古典派と、初期ロマン派のレパートリーで、名高く、とりわけ、モーツァルト作品の録音と演奏で著名。他に、スカルラッティやベートーベン、シューマンの解釈にも卓越したものがある。室内楽奏者としても活躍し、ジョルジュエネスコや、ウジェーヌ・イザイ、パブロ・カザルスと共演した。とりわけアルティュール・グリュミオーの共演者として名高い。 ブカレストに生まれ、4歳で父を亡くす。ウィーンでリヒャルトル・オベルトに指示。同門の後輩にルドルフ・ゼルキンやジョージ・セルラがいた。その後に短期間フェルチョブゾーニにも指示している。10歳でパリ音楽院に入学。公式にはアルフレッド・コルトーに入門したことになっているが、実際にはほとんどの指導をラザール・レビア、ジロール・タールズ・プジンから受けた。コルトーは 他の弟子の前で、クララを、次の回に、君の演奏は聞こうと言って、追い返したり、家政婦が演奏しているようだとまで言ったりして、事実上同僚のレビに、クララの教育を委ねた。15歳で最優秀賞を得て卒業し、間もなく、ヨーロッパ各地を演奏旅行した。1913年に、石中側腕の長考の規制を制するべくギプスを、はめるようになる。 頻繁な病気に加えて、1920年には、舞台負けが極端になり、好意的な批評を受けられず、経済的にも失敗する。当初はフランスを活動の拠点としていたが、ユダヤ系であったため、BC 政府におけるナチスドイツ軍の調領幕府を避けて、スイスに出国。戦後も、スイスとオランダを拠点とするようになった。生涯の大半を製品のうちに過ごし、 正当な評価を勝ち得るようになったのは、ようやく第二次世界大戦後、1949年のオランダにおける一連の演奏会を通じてであった。1950年代から脚光を浴び始める。カラヤンをはじめとする著名な指揮者や、またカザルス、チャップリンとの交友にも恵まれ、フランスをはじめとするヨーロッパ諸国での演奏活動も熱狂的な聴衆に支持されるようになった。 しかし、生まれつき巨弱体質であり、社交的な性格でもなかったため、他の同時代の演奏家に比べて活動が活発だったとは言えない。ピアニストとしては、純粋な音色や、ハスキル自身のバイオリンの演奏経験に由来するというフレージングに特徴がある。彼女は、自分の演奏会のチケットを同封した手紙を、シコルトへ何度も送って、来場を交うたが、 コルトーは一度も会場に足を運ばなかった。妹弟子の遠山恵子がコルトーに、なぜ、クララのコンサートに行かず、その癖弟子たちには行ってきてその感想を伝えてくれと言うのか、その理由を問うと、コルトーはクララに明かさぬよう演算に約束させた上で、こう答えた。クララに必要なことは放っておくことだ。どのような人に、どのように教えるべきかを発見するのが、 教師にとって一番難しいことだ。クララはバランスが取れないような孤独な時に最も素晴らしいものを生み出す才能がある。生涯満足をさせないことが彼女を生かす道なのだ。またクララはモーツァルトのピアノ競奏曲第21番だけは決して演奏会で取り上げなかった。演算に尋ねられたクララは二つの理由を明かした。一つ目は 若くして亡くなった弟弟子のディヌリパッティがあまりに完璧に弾いたからだと。そして二つ目についてはこう答えた。コルトーが私にはあの曲は弾けないと言ったのよ。私みたいに死ぬほど人の前で弾くのが怖い人には、クララはブリュッセルの駅で転落した際に負った怪我が元で休止した。その翌日にグリュミオーと演奏会で共演することになっていた。 意識を失って病院に担ぎ込まれた、ハスキルは医師の懸命の治療で短時間意識を回復し、パリから呼び出された妹たちに、翌日グリミオと演奏できないことをわびるように伝え、さらに弱々しく彼女の手を挙げて、少なくとも手だけは守って無事だったわと、微笑を浮かべて囁いた。泣きはパリのモンパルナスに埋葬されている。シコルトが、 ハスキルの死を悼んだメッセージの録音が残されている。スイスでは以降を忍んで1963年よりクララ・ハスキル国際ピアノコンクールが開かれている。友人でエターナリー等の作曲家でもあったチャップリンは彼女についてこう述べている。自分は人生で3人の天才にあったウィンストン・チャーチル、アインシュタイン教授、クララ・ハスキルの3人である。 正規の教育を受けた音楽家ではない私だがこれだけは言える。彼女のタッチは絶妙で、表現は素晴らしく、テクニックは並外れていたと。http://www.bach-can-tatas.com/.bio/.haskil-clar.htmhttp://piter ホイヒトバンガーで、イングリッシュバージョン、クララ、ハスキル、ザパーフェクトクララ、ハスキル、インデックス、html-fr ハット、クララハスキルハット -abchttp コロンスラッシュスラッシュ www.bach-can-tatas.com スラッシュビオスラッシュ h a s k i l c l r h t m ハット a b i k a が音彦、東山慶子。 光と風の中で愛と音楽の奇跡や良い処方、1993年、http w w w p i t フホイヒトバンガーで、イングリッシュバージョン、クララ、ハスキル、ザ・パーフェクトクララ、ハスキル、インデックス、html.en、クララハスキル。ありがとうございます。